調査じゃ調査たまえ清めたまえとまをすことを聞こしめせとかしこみかしこみももすスリッパが濡れる。
Oh,
さじゃ。お供えいたしますのはお米、おみき、お魚、昆布などの海菜、それに野菜と果物です。古くからの伝統によりまして甘酒も供えます。
魚は色違いのもの7匹で、八幡神社では七色魚と呼んでおります。昔は長浜から朝一番で持ってきてもらっておりました。All right.
ご参拝の皆様もご一緒に。えい。塗りの丸みのある入れ物はポカイと申しまして、中に米、魚、また野菜や昆布など海のもの、山のものが入っております。雅楽同好会の皆さんで、曲は絵天楽です。今年はこのおなりの行列に参加して、中町、本町などで道楽という歩きながらの演奏をしていただきました。なお大津雅楽同好会の皆さんに合わせまして、八幡浜から榊雅楽同好会の皆さんも応援に駆けつけていただいて、ご一緒に演奏をしております。曲は絵天楽です。昔神社での祭典の時は、長浜から運んできた魚をお供えしておりましたが、このように長い道中では運んでいる途中で魚が傷みますので、生魚に変えて鰹節をお供えしておりました。その伝統を今も引き継いでおり、鰹節をお供えしております。ゆっくり雅楽を演奏をお楽しみください。四角の赤漆塗りの入れ物は差し樽といいまして、おみきを入れるものです。これらの入れ物はいずれも色も剥げ落ちたりしておりますが、250年前から使われております。
正面に直ってください。構え。立ち放ち一斉射撃に構え。イブタオキ。放て。はい、続けていきます。弾を込め。立ち放ちするべうちに構え。イブタを切れ。ジュリタンインジェリー放て。これにて渡び諸行事をすべて終了いたします。これより神社へ帰ります。おかえり。